フォロワーの皆さん、こんばんは、ヒロです。実はですね、事前の案内もなく、これからですね、ゲリラライブを、配信していきたいと思います。事前の告知がなくて、本当にすいませんでした。実はですね、ちょっと理由がありまして、なぜ、ゲリラライブを配信したかというとですね、今夜、これから、夜9時半から配信予定の、第7回から第9回スペシャル対談ライブを振り返るソロライブがあるんですけども、その内容がですね、いろいろと準備をしていくうちに、内容がですね、かなり盛りだくさんになりそうになってきましたので、ご覧いただくフォロワーの皆さんが、長時間のご視聴で、あまり深夜遅くにならないように、先にゲリラライブにおいて、僕から超重大発表のみ、発表させていただきたいと思い、ゲリラライブを配信させていただきました。ラジオ感覚で、聞いていただければ幸いです。ゲリラライブといえばですね、第2回スペシャルゲスト、ノーゾイの星さんと、あと第3回スペシャルゲストの、如意輪次シュワさんが、昨年、御朱印ミュージアムに、遊びに来ていただいて以来の、ゲリラライブということで、今回ちょっと僕のソロということですので、皆さん、9時半からのライブの前のちょっとゲリラライブにはなってしまうんですけども、ぜひ、お付き合いいただければなと思います。このゲリラライブはですね、9時半から、本番の、第7回から第9回の振り返りのライブがありますので、だいたい9時ぐらいをめどに、終了してですね、そこで30分ぐらいインターバルを置いて、予定通り9時半から、第7回から第9回スペシャル対談ライブを振り返るソロライブを生配信したいと思いますので、引き続きお楽しみいただければと思います。あ、すいませんね。ゲリラライブにもかかわらずね、多くの方が、来てくれまして、どうもありがとうございます。すいません。それではですね、長らくお待たせいたしました。先月末からストーリーズ等で、上げさせていただいた、ソロライブ内での超重大発表なんですけども、その前に以前、フォロワーの皆さんへ、ストーリーズで、インスタを始めて実際にあったオファーはどちらでしょうかっていうアンケートをしたの皆さん覚えてますか？覚えてるかな？ですね、あの時はですね、皆さんにテレビの出演もしくは雑誌の取材のオファーの2択っていう形で皆さんにお伺いしてですね、フォロワーの皆さんからはだいたい4対6の割合で雑誌の取材の回答するっていうフォロワーの方が多かったんですけども、実はですね、この正解、今日発表するとですね、フォロワーの皆さん本当にごめんなさい。これ実は両方正解なんです。でですね、皆さんもご覧になっていただいたと思うんですけど、昨年12月第6回スペシャル対談ライブのサプライズゲストで、ご出演をいただきました。アポさんがですね、すごくいろんなところからテレビ局からオファーをいただいてたということで、もうアポさんほどのオファーの数ではないんですけども、実は昨年よりこれまでの間に雑誌の出版社と、あとテレビ局の出演のオファーを実はいただきました。正直な本音、僕なんかにね、興味や関心を持っていただき、大変恐縮に感じながらも、それぞれお話を伺うと、すごい面白そうなオファーだったので、僕なりにいろいろ考えたりはしました。ただ、最終的に仕事や家庭のことなども、考慮し、それら総合的に考えて、今の僕には、時期尚早と考えて、実は雑誌の出版社並びに、テレビ局の方には、実は丁重にお断りを申し上げました。今も皆さんとインスタで楽しめてね、皆さんとこういうような素敵なご縁を結ばせていただいてますので、今はね、インスタを楽しんでいければなと思います。ただですね、実は YouTube は以前からすごく興味があって、YouTube はね、いつかちょっと近日公開っていう形でやってみたいなっていう気持ちは結構持ってます。で、実はですね、さっきちょっとアポさんのお話が出たんですけど、先日実はこのアポさんにも、この件でいろいろ実はご相談というか、かしこまった感じではないんですけど、お話をいろいろ聞いていただきました。アポさんからはいろいろとお話を伺って、仮にオファーを受けた場合は、その後こんな反響とかがあるよとか、対メディアとかこういう感じでとかっていうような、いろんな今までのそういうご経験とかノウハウとかいろいろ聞かさせていただいて、
まあ、今後のすごく参考と勉強になりましたので、本当にね、アポさんにはすごく感謝してます。まあ、僕もですね、今後講師において、まあ、オンオフ生活する中で、まあ、環境や心境の変化とかは、まあ、僕もそうですし、皆さんもね、いろいろあると思います。まあ、アポさんにね、その時に、ご相談の時に聞いたんですけど、やっぱりその、テレビのオファーとかを一度受けると、もう毎月のようにオファーとか来るよ、結構大変だよっていうふうにおっしゃっていたので、まあ僕はね、今回、断ってしまったので、まあもう来ないかもしれませんし、またね、もしかしたらそういう話がいただけるかもしれませんけど、まあそのような機会がまたいつかあった場合は、まあその時の僕の状況にもよるんですけども、またその時はその時でまた再考していきたいなっていうふうに思ってます。ただですね、もしその時が来た時は、フォロワーの皆さんにはお知らせせず、黙ってこっそり出ようと思ってますので、よろしくお願いします。まあですね、まあ、もうオフレコ解禁なんなのかな、わかんないんですけど、まあ今だからちょっとお話ししてしまうと、実はこう、インスタを始めて以降、結構いろんなことがあって、実は今お話しした以外にも、某企業の方から、いろいろなリクルートというか、いろんなお話もいただいたりしました。まあこちらのお断りをしている関係、まあちょっと社名といただいたオファーの内容は伏せさせていただくんですけど、まあまあ僕はね今回ちょっと全てお断りをしてしまったんですけども、まあその雑誌やテレビ、あとその企業からのリクルートとか、まあね、そういうような、こう、オファーとかがこう、インストを始めてあってですね、なんか僕なりにこう思ったことがですね、こう、僕って本当一般、素人の一般人じゃないですか。なんですけど、こう、メディアとか、こう、企業の方からも、やっぱりこう、SNS を通してこう、見られることってあるんだなってこう、感じたときに、実はですね、こう、以前から僕が気にはなっていたこの、プロフィールの写真を、そろそろこう、本格的に変えたいなって、実はずっと思ってたんですね。で、皆さんご承知の通り、現在、僕のアカウントのプロフィールの写真に設定しているのは、ポムポムプリンちゃん。ご承知の通り、これ、サンリオのキャラクターなんですね。で、まあ、僕も今後、まあ、自分自身もどうなるかわかりませんし、まあ、心境の変化等で、またね、そういう雑誌とか、テレビとか、メディアとか、まあね、そういうようなことも出る可能性もあるかもしれませんし、まあ、あとはさっきもちょっと申し上げましたけど、YouTube とかもやってみたいなっていう気持ちも実はあってですね。まあそんなこんないろいろこう考えてるうちに、なんかもう今がこう変えるタイミングかなって実は思ったんですね。で、僕的にはですね、まあ超重大発表なんですけども、ライブの告知の通り、皆さんにお約束した通り、重大発表させていただきたいと思います。今日をもってですね、hirogoshuin.com の、プロフィール写真、僕が1年半以上ですね、長らく愛用してきた、皆さんにもこう親しまれたですね、ポムポムプリンちゃんを卒業させていただきたいと思います。で、明日以降ですね、新しいプロフィール写真へと変更させていただきたいと思います。でですね、実は先月上旬、とある方を介し、知り合ったあゆみさんという素敵なデザイナーさんと実はご縁をいただきました。で、その後すぐに意気投合してですね、仲良くなりまして、まあ、トントン拍子でお話が進み、実はこの度、hirogoshuin.com のオリジナルロゴをあゆみさんに作っていただくことになりました。で、あゆみさんとはこう、お互いに、コンセプトやデザインとかですね、こう何度も何度もこう話し合いや修正を重ねながら、この度、素晴らしいロゴが完成しました。フォロワーの皆さん、すいません、僕がね、ずーっとちょっと10分ぐらい一方的に喋っちゃいましたけど、ここから僕がちょっと皆さんにちょっと問いかけたいなと思うんですけど、フォロワーの皆さん、hirogoshuin.com の新しいロゴ見たいですか？これね、ちょっとね、コメントとタイムラグがあるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。見たいですか、皆さん。これね、ちょっとね、打ってから反映までのタイムラグがあるんで、見たい人は見たいとコメントしてください。どうかな？ありがとうございます。嬉しいな。いっぱい来てくれましたね。ありがとうございます。それではですね、
皆さん、もうゲリラライブにね、わざわざお付き合いいただきましたので、ゲリラライブを見ていただいた方の特権でですね、9時半からの方よりも先に、新しい新、ヒロゴシン .com のロゴをご紹介したいと思います。じゃあ、それでは、今からお見せします。はい、皆さん見えますか？これが、新しい、ヒロゴシン .com のオリジナルロゴです。あ、見たい。あ、嬉しいな、これ。嬉しいな、なんか涙出そうですね、これ。どうですか、皆さん、これ。これがですね、僕の、明日からですね、新しいロゴになります。で、これはですね、皆さんご覧になっていただくとわかると思うんですけど、ヒロゴシン .com は、フォロワーの皆さんもご承知の通り、お寺だけでもなく、神社だけでもなく、お寺と神社、両方のこの素晴らしさを、頒布した御朱印や、スペシャル対談ライブ等を通じ、発信ご紹介する、自社仏閣に特化したアカウントだと思います。たまにですね、僕の特技のサッカーとか、あと手料理とかも載せたりしてますけど、ね、自社の仏閣のアカウントということで、今回、そのロゴにはですね、お寺のマーク、そして神社の鳥居をシンプルに、かつおしゃれにデザインをしていただきまして、そこにお寺と神社の代表的シンボルでもあるお地蔵様と狛犬を可愛いタッチで、今回、あゆみさんに、デザインをして描いていただきまして、今日完成の運びとなりました。皆さん、ちょっと画面がちっちゃくて申し訳ないんですけど、これね、お地蔵様の頭の上に乗っかってるものって皆さん見えますか？見える方ぜひちょっとコメントしていただいてもいいですかね。お地蔵様の頭の上にですね、あるもの乗っかってるんですけど、見えるかな？見えますか皆さん。これね、コメントとね、あれなんですよね。ライブがね、ちょっとタイムラグがありますので。そうなんです。見えるかな？あ、かわいい。ありがとうございます。あ、嬉しいですね。あ、見えます？そう！あ、鳥、鳩。惜しい。これね、実はね、スズメなんです。お地蔵さんの頭にですね、実はね、小さい可愛いスズメをですね、今回乗っけてるんですね。で、これなんでスズメを乗っけたかというと、世の中に出回る、お地蔵さんのイラストとかって、たくさんあると思うんですね。ただ、このヒロゴシン .com のオリジナリティを出そうと思いまして、頭にスズメが乗っているお地蔵さんとセットで、一つの、お地蔵さんという形にしてみました。で、これ、実はですね、単に頭に乗っているのではなくてですね、お地蔵様とスズメの出会い、ご縁を象徴してみました。でですね、実はですね、皆さん、これこのロゴ、実はね、これ動画バージョンも実はあるんですね。で、この動画バージョンはですね、今日のこのゲリラライブと、あと9時半からの、第7回、第9回のスペシャル対談ライブの振り返るソロライブが終わった後に、これの動画バージョンもぜひ、ポストとストーリーズでアップしたいと思いますので、ね、こちらの方をぜひご覧になっていただければと思います。でですね、皆さん、ゲリラライブね、まだまだ終わらないんです。実はですね、まだお話の続きがありまして、実はですね、ありがとうございます。かわいい、結構かわいいってコメントが多いな。嬉しいな。これね、きっとこれをデザインしていただいた、デザイナーのあゆみさん、これね、ライブ見ていただけるかな、見ていただいてるとは思うんですけどね、ゲリラだったんで、ちょっとね、僕もあゆみさんに言ってなかったんですけど、あゆみさんすごいですよ。皆さんからかわいいって来てるんで、ね、あゆみさんよかったですね。見てくれてるかな。でですね、すいません、話を戻します。さらに今回、実はね、新しいロゴと合わせ、ヒロゴシュイン .com のオリジナルキャラクターを作る運びとなりました。でですね、先ほどご覧いただいた、その新しいロゴの両脇にいる、皆さんから見て右側が狛犬、左側がお地蔵様とスズメだと思うんですけども、この両方がですね、明日からヒロゴシュイン .com のオリジナル新キャラクターになります。でですね、実は、もともと僕キャラクターまでは正直考えていなかったんですけど、先ほど、ロゴを作成いただいたあゆみさん経由で、
イラストレーターのネギシネギさんという方と、素敵なご縁がありまして、その中で今回のキャラクターを作る運びとなりました。で、ネギさんには、ロゴの両キャラクターの顔から下の動きとか、色合いをいろいろつけていただきまして、今回、ヒロ御朱印 .com オリジナルキャラクター、お地蔵様とスズメ、あと、狛犬が誕生、完成しました。あ、八重田神社の福田さんだ。福田さん、こんばんは。これで御朱印帳作りましょうって来てる。福田さん、ぜひよろしくお願いします。あ、ね、今、フォロワーの皆さん見ていただいている方、先日の第10回スペシャル対談ライブの、スペシャルゲストでご出演いただきました。埼玉県上尾市八重田神社の福田さんが今、ね、ご覧になってコメントいただきました。福田さん、ありがとうございます。でですね、そのキャラクターが決まったんですね。でですね、皆さん、このキャラクター、見たいですか？見たいかな？それとも後にしましょうか？どうしよう？これね、ちょっとタイムラグがありますので。あ、ステッカー作ってください。御朱印帳作ってください。嬉しいなぁ。あ、見たいって来た来た。皆さん見たい。あ、嬉しいなぁ。見たい見たい。これ嬉しいなぁ。なかなか僕、こうやってなんかコメント見ながら喋るっていうライブがなかなかないので、嬉しいですね。わかりました、皆さん。もう皆さんにそう言っていただいたら、もうお店をさせていただきたいと思いますので、それでは、オリジナルキャラクターをご紹介します。じゃん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 。はーい。皆さん見えますか？これがですね、先ほどのオリジナルロゴを、イラストレーターのネギシネギさんがイラストに起こしていただいて誕生した、ヒロ御朱印 .com のオリジナル新キャラクターです。でですね、実はこれお地蔵様の上にスズメが乗っかってますよね。で、これスズメが口に何加えてるかわかりますか？これ。わかるかな？ちっちゃすぎてわかんないかな？これ実はですね、ハートを加えてます。で、これ実は先ほど言った動画バージョンがあるんですけど、この動画バージョンを見ていただけると、天からハートが降ってくるんですね。で、そのハートを、天から降ってくるハートをスズメが口でキャッチするっていう、まあ、ハートをキャッチする、まあ、それも一つのご縁というところで、ね、なぜかこう、スズメがお地蔵様の上に乗っかってるっていうところでのご縁っていうところで、もう本当のご縁の象徴という形で、この、お地蔵様とスズメを一つのセットとしてキャラクターを、作りました。でですね、あ、すごい鋭い人いる。そうなんです。皆さんこれね、付箋を今貼ってるじゃないですか。先ほどね、コメントでね、実は名前が、みたいなツッコミがあったんですけど、さすがだ、鋭いな。実はですね、今回、このお地蔵様、スズメ、狛犬、これ名前をね、すでに決めまして、今回ご縁のあった、デザイナーのあゆみさん、そしてイラストレーターのネギさんのお二人にネーミング決めに参加をいただき、このお地蔵様とスズメと狛犬の名前が決まりました。皆さん名前知りたいですよね、ここまで来たら。ね。付箋をペロッと剥がすと名前が出てきますので。でですね、まずお地蔵様なんですけども、じゃあこれは皆さん見たいですか？名前気になる。嬉しいな。これコメントをこう拾いながらライブっていいな。あ、ありがとうございますね。こんなになんかこういうあったかいコメントもらえると嬉しいな。わかりました。それではですね、お地蔵様、スズメ、狛犬の順でオリジナルキャラクターの名前を皆さんに発表したいと思います。それではまず、お地蔵様の名前からいきたいと思います。じゃじゃん。はい。お地蔵様のお名前は、ご縁地蔵としました。で、これね、ご縁地蔵はですね、ご縁をですね、すべて漢字のご縁でもなく、ごはひらがな、縁は漢字のご縁でもなく、少しこうひねりを加えてインパクトをつけようと、ごはひらがな、で、縁はですね、丸を書いて、縁と読むっていう形で、ご縁地蔵という形で
してみました。なのでこれ、五丸地蔵じゃないので、五円地蔵という形なので、読む際はですね、ぜひ間違えないでいただければと思います。こちらの方の、新キャラクター、五円地蔵になります。でですね、次、頭に乗ってる、このお地蔵様とハートをキャッチしてご縁をいただいてね、お地蔵様の頭上に乗っかってる、ご縁地蔵の頭上に乗っかってる、このスズメ、かわいいスズメですね。このスズメはですね、イラストレーターのネギさんにご担当いただき、名前を決めていただきました。それでは、スズメの発表をさせていただきます。はい。スズメの名前は、ふくふくにさせていただきました。これはですね、もう、僕が決めたことではなくてですね、ネギさんにネーミングを決めていただいたんですけど、ネギさんから、なんでこう、ふくふくにしたんですかって聞いたところですね、やはりこう、ご縁といえば、やはり服かなという印象を持たれていたということで、音の可愛い響きから、ふくふくと名付けたそうなので、まあね、僕のセンスでは絶対出ないネーミングだったと思うので、僕個人的にとても気に入ってます。なので、五円地蔵と福福ね、ぜひ皆さん覚えていただいて可愛がっていただければと思います。そして、最後、ね、神社からの、ね、狛犬ですね。皆さん、狛犬、どんな名前だと思いますか、狛犬。僕はですね、この狛犬の名前を聞いたときに、もうね、絶対僕じゃ決めれない、浮かばない名前だったので、本当にね、すごいね、この名前を決めていただいたことを感謝してます。で、この名前を決めていただいたのは、先ほどロゴを作っていただいた、デザイナーのあゆみさんにご担当いただき、すごい、可愛い名前になりました。特にね、これ女性の方気に入っていただけるんじゃないかなと思うんですけど、ご紹介します。それでは、狛犬の名前を発表します。はい。狛犬はですね、あんこにしました。あんこですよ。もう、ね、絶対僕じゃねえ、あんこって出てこないと思うので、いやー、ゆみさんすげえなーってね、思いましたけど、これもですね、デザイナーのあゆみさんに、これあんこってなんでな、あんこってなんていう、なんでこういうあんこにしたんですかって聞いたところですね、安心とか、安全とか、そういう安心安全の願いの意味を込めて、あとそこに、皆さんに愛されてほしいっていう、こう、あゆみさんの願いも込めて、女性らしい可愛いネーミングで、あんこにしてみましたってことですので、もうきっとこれね、僕はね、絶対浮かばないネーミングセンスなので、もうね、本当にふくふく同様ね、すごく響きもね、いいので、あんこ、とても気に入ってます。本当ね、ネギさんとあゆみさんのネーミングセンス、本当ね、素晴らしいと思いました。本当ね、このライブちょっとね、ゲリラだったので、ネギさんもね、あゆみさんも見ていただけるかわかりませんけど、ね、もし見てくれていたら本当にね、どうもありがとうございました。録画でまたね、ゆっくり見ていただければと思います。皆さん、というわけでですね、ヒロ御朱印 .com、オリジナルロゴ、そしてオリジナルキャラクター、ご縁地蔵、ふくふく、あんこ、これがですね、明日から、スタートしますので、ぜひね、皆さん可愛がっていただければなと思います。なんかね、さっきコメントで、ね、福田さんもありましたけど、ご朱印帳作ったらいいんじゃないかとか、キャラクターグッズ作ってくれとかね、なんかね、そういうコメントいただけるとね、なんかね、すごい嬉しくてね、なんか僕も、なんかね、良かったなと思いますね。こう、発表した初日にね、皆さんにこう愛されて、とても僕も嬉しいです。ですので、皆さん、ヒロさんイコール、ポムポムブリンちゃんの印象、イメージがね、やっぱりほんと強いと思うんですね。まあこれはね、もう仕方ないと思います。ただ、明日以降、ヒロ御朱印 .com のプロフィール写真は、先ほどご紹介した新しいロゴへ変更とさせていただきます。あれ?ポムポムブリンちゃんがいないとか、あれ?ヒロさんいなくなっちゃったってならないようにですね、ストーリーズやポスト等で、僕も一定期間、時間をかけて、フォロワーの皆さんへ少しずつ浸透していければなという形でご案内もしていければと思ってますし、あとぜひ、皆さんの方からも、ぜひ周りのフォロワーの方とかにですね、ヒロさんなんかロゴ変わったらしいよとか、ね、皆さんの方からもお声掛けをこうしていただけると幸いなのでよろしくお願いいたします。なので明日以降、このオリジナルロゴとオリジナルキャラクターがですね、
ポストやストーリーズで多く露出をしていくと思いますので、フォロワーの皆さんぜひね、新しいロゴ、そして五円地蔵、ふくふく、あんこ、ぜひね、可愛がっていただければなと思います。あと、すいません。言い忘れました。おかげさまでですね、新しい新規のフォロワーさんがですね、いろいろこう、フォロワーさんになっていただくっていう中で、新しいフォロワーさんも、まあ、増えてるということで、改めてのちょっと皆さんへの周知なんですけども、まあ、フォロワーの皆さん、ご承知の通り、僕は今年に入り約2ヶ月半近く、なりすまし被害に遭いました。まあ、改めて言いますが、プロフィールの写真は変わってもですね、僕のアカウントはただ一つです。今ご覧いただいているこのアカウントのみとなります。hiro10_gosyuin_officialヒロ10_御朱印_official これがですね、僕、唯一のアカウントです。僕はサブアカもありませんし、今後作ることもないので、ぜひね、よろしくお願いします。あとまあ、約2ヶ月半近く、まあ、複数回にわたり、なりすまし被害に遭いました。まあ、今後のことも考え、まあ、今回ご紹介した、このヒロ御朱印 .com のロゴ並びにキャラクターの著作権を、商標登録しようかな、とも考えています。で、今回の著作権、噛んじゃった。今回の著作権をですね、保護、守る、プラス、あとなりすましのように許可なく勝手に使用した場合の法的措置も取れると思いますので、この点も今後は、検討していきたいなって思ってます。ということでですね、皆さんね、よろしくお願いします。あとですね、皆さん、このゲリラライブ、意外に僕、ソロでピンで喋ってるんですけど、いろいろあります。でですね、皆さん、ちょっとね、約ね、今30分弱ずーっと僕ね、喋りっぱなしだったので、ちょっとだけすいません。飲水タイムということで、ちょっと皆さん、僕、リンゴジュース飲んでもよろしいでしょうか？皆さん、見えます？このリンゴジュース。このリンゴジュースはですね、ストーリーズを見ていただいた方は、あーと思うかもしれないんですけども、実は青森県弘前市にですね、聖心寺というお寺さんがありまして、そこに工藤ご住職っていう僕すごく仲良くしてる住職が、ご住職さんがいるんですね。で、妹さんもいらっしゃいまして、本当にね、ご兄弟で仲良くさせていただいてるんですけど、先日、もういきなり何の連絡もなくですね、このリンゴジュース、このでっかいリンゴジュースがね、8本送られてきまして、これをね、今うちね、大家族じゃなくてね、僕と嫁2人暮らしなんですけど、もうね、今2人で頑張って、もうほぼ毎日リンゴジュースを飲んでます。なのでちょっとね、このリンゴジュースをいただきたいと思います。工藤ご住職見てますか？リンゴジュース美味しくいただいてます。ね、ちょっとリンゴジュースをですね、ちょっと一杯だけいただいて、最後のお話をしてゲリラライブを終えたいと思います。ありがとうございます。このね、リンゴジュースね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。ぜひね、リンゴジュース、リンゴ大好きな人はぜひ、聖心寺の、インスタのアカウントもありますので、工藤ご住職に直接 DM をしたら、もしかしたら、リンゴジュースをね、ご紹介いただけるかもしれませんので。はい。じゃあちょっとね、リンゴジュースをいただきたいと思います。ね、リンゴね、100% です、これ。もう純粋 100% でですね。これちょっと僕、オーバーかもしれないんですけど、僕、これ本当の話なんですけど、僕今まで生きてきて一番美味しかったです、このリンゴジュース。なので本当にぜひね、リンゴジュース、リンゴ好きな人は、ぜひ工藤ご住職、聖心寺のね、方にご連絡をしてみたらいいんじゃないかなと思います。工藤ご住職見てるかな？はい。じゃあちょっといただきます。いやー、うまい。最高だな。皆さんありがとうございます。インターバルのね、許可をいただきまして。でですね、皆さん、ゲリラライブ30分経ちました。実はですね、まだあるんですね。実はですね、さっき僕、YouTube、近日公開したいなって言ってましたよね。なんですが、もう今日、先ほど皆さんにご覧いただいたように、オリジナルロゴ、そしてオリジナルキャラクター、あゆみさんとネギさん、
ね、素晴らしいものを作っていただきました。もうこのタイミングで、もう一気に、もう行ってしまおうと思いまして、実はですね、今日の夜9時半、まあ、ソロライブが開始するその同時刻にですね、ヒロ御朱印 .com のですね、YouTube アカウントが開設されてオープンになります。なので、まあ、基本は僕インスタがメインにはなってくるんですけども、YouTube の方でも、たまにこう、YouTube 限定での、まあ、そういうような楽しい配信とかもなんかしてったりできたらいいなっていうふうに思ってますので、まあ、YouTube の URL は、今夜のすべてのライブが終わったらですね、僕のプロフィール欄の URL に、貼ろうかなと思ってますので、まあ、もし YouTube とかも、アカウントをお持ちの方とか、ぜひいれば、ね、そちらの方の URL からご覧になっていただければと思います。そうなんですよ。YouTube デビューなんですよ、僕今日。もうね、もう右も左もわからないので、もう本当に僕の嫁がですね、結構この YouTube とか SNS いろいろ詳しいので、もうね、嫁に様々で、もういろいろね、ご教授を賜りながら、もうね、いろいろ YouTube 解説になんとかこぎつけましたので、後ほど9時半になったらですね、解説はするんですけど、URL はちょっとライブ後に、プロフィールに貼らせていただきますので、そちらからね、ご覧になっていただければと思います。ちなみに、その YouTube の、もうすでに動画がもう上げてあるんですけど、その動画がですね、実はこの、ご縁地蔵と福福とあんこの動画ロゴになりますので、先ほど言ったその天から、ハートが、こう、桜の花びらにパラパラパラと落ちてくるのを、福福がキャッチしてるのも動画のロゴで収められてるので、ぜひね、そちらをご覧になっていただければと思います。そうですね、今後ね、インスタがメインにはなってくると思うんですけど、YouTube の方でも、YouTube 限定のね、なんかそういうような楽しい企画もなんかね、やっていけたらなと思います。でですね、この話のちょっと最後に。実はですね、今回、ロゴを作っていただいたあゆみさんなんですけど、実はですね、7月に、ママになる予定なんですね。で、そのね、中でも、いろいろ、今回のロゴのこととか、ネーミングのことにね、あゆみさん、本当に一生懸命、頑張っていただきました。ね、元気なね、お子さんの誕生を、僕もね、応援していますので、これからもね、このご縁を大切に、ね、仲良くしていきたいと思いますので、あゆみさんこれからもよろしくお願いします。ね、元気なお子さん、ね、ぜひ誕生お待ちしてます。でですね、皆さん、実はね、まだあるんですよ。これが本当の最後です。ね、もうこれ以上引っ張りはしませんので、これが本当の最後なので、9時前ぐらいにはこのゲリラライブを終えたいと思います。で、これはですね、皆さん、ね、ぜひ今見ていただいてる方にご協力をいただきたい、ちょっとお願いがあるんですね。で、このお願いはぜひですね、皆さんご協力いただきたいと思います。でですね、これから話す話はですね、実は、先日僕、嫁とですね、このヒロ御朱印インスタライブの話を実はしてたんですね。で、こう、何を話してたかというとですね、ライブの最後の終わり方の話を、実は、しました。で、いつも、ヒロ御朱印インスタライブ、最後にですね、スペシャルゲストの皆さんとかと、お別れの時にですね、ライブ視聴者の皆さんとお別れの時に、それではおやすみなさいとか、バイバイとかっていう形で僕が、いつもそういう形で皆さんにこう、声掛けをして、ライブを終了させていただくんですけども、その時にですね、特にもう夜遅い時間にもかかわらず100名以上の方が、お疲れ様でしたとか、楽しかったですとか、ありがとうございました、おやすみなさいなどのね、ほんとあったかいコメントの数々をいただいて、僕も含めスペシャルゲストの方も非常にね、すごく喜ばれて喜んでおりました。で、その中でですね、もうスペシャル対談ライブ、先日、先ほど福田さんもね、コメントで、はい、入ってきてくれましたけど、スペシャル対談ライブももう10回やってきました。で、そろそろなんかですね、このヒロ御朱印インスタライブ用の決め台詞みたいなのがあったら、なんかフォロワーの皆さんやライブ視聴者の皆さんもなんかコメントで最後できて、なんか最後楽しく終われるんじゃないかなって思ったんですね。で、
さらにコメントって、もう録画になるとコメントってできないので、こうライブで見てくれた人だからこそ参加できる、そのね、ライブの人だからこそのなんかこう特権というか、まあそういう形でなんかそういう最後、皆さんと楽しく終わる決め台詞がないかなってちょっといろいろこう考えたんですね。で、皆さん僕はちょっと関東の人間なんで、ちょっと他のエリアの方だったらちょっとね、番組とか違ってたらちょっと申し訳ないんですけど、テレビの司会者のセリフとかだと、例えば朝のニュース番組で、ズームインとか、あと僕が以前、クイズ番組の本戦の出場権を獲得したけど、ちょっと実は出場を断念してしまった、アタックチャンスとかね、ああいうような、こう、耳に残るシンプルな決め台詞ってあるじゃないですか。なんかね、そういうのがね、なんかいいなーってちょっと思ったんですね。で、皆さんもご覧になったことあると思うんですけど、実は上林坊のモッチーさんとかもですね、最後、モチスタライブの時に、最後にお題目を唱えて終わりをされるとか、なんかそういうこう、終わりのルーティーンとか、なんかこう、皆さんとそういうようなのってすごくいいなと思って、実はですね、先日モッチーさんとちょっとお電話で話して、1時間ぐらいね、結構そのことでいろいろ盛り上がったんですけど、ね、そういう話もしてて、じゃあなんかそういう、ヒロゴシュインスタライブの何かそういう決め台詞何かいいかなと思って決めました。でですね、今回、自社関係者の皆さん、そしてフォロワーの皆さんもですね、きっとこの言葉好きな方多いと思います。僕も大好きな言葉です。ご縁に感謝っていう形でですね、ヒロゴシュインスタライブは終わりにしよう、終わりにする決め台詞しようかなと思います。でですね、これちょっとまずこのゲリラライブで練習をさせていただいて、この後の9時半からの振り返りライブの時に本番という形でいきたいと思いますので、ちょっとですね、僕からどんな感じかっていうちょっと皆さんとね、こう呼吸を合わせながら練習をしたいと思います。で、僕がですね、ご縁にって言ったらですね、皆さんで感謝ってね、返していただきたいんですね。で、今後のスペシャル対談ライブとかのスペシャルゲストの方には、感謝ってね、こう、ガッツポーズなのか分かりませんけど、なんかしていただきたいと思いますし、ね、皆さんは、コメントでの参加になるので、僕が、ご縁にっていう、この決め台詞の前に、だいたい30秒から1分ぐらい、ちょっと感謝ってコメントを打つ時間を、お時間作りますので、僕がご縁にって言ったら、皆さん、こう、コメント送信で感謝ってやるとね、きっとコメントが、感謝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 って形で、で、バイバイってなるとね、なんかこう皆さんと一体で楽しくね、終われるね、ご縁に感謝っていう形でね、皆さんとつながりに感謝できることで、ね、番組を終えるっていうのもなんかすごくいいのかなと思うので、それをですね、やっていきたいと今後思います。で、このゲリラライブのご覧の皆さん、ちょっとこの9時半からのソロライブの前にですね、この本番前ということで、ぜひね、ちょっとここで練習をしたいと思いますので、まずね、僕がご縁にって言ったら感謝なので、ちょっと皆さん今から感謝ってこの2文字を打つ時間を作りますので、ちょっと30秒から1分ぐらいちょっとお時間を作りたいと思いますので、まだ感謝って打つだけですよ。送信しちゃダメですよ。感謝ってちょっとね、打っててくださいね。感謝ってちょっと溜めて、打って、ちょっと待っててくださいね。送っちゃダメですよ。フライングしちゃうんで。待っててくださいね。ね、皆さんがこう感謝って打って、そうですね。で、これがスペシャル対談ライブになるとね、大体この終わりの時間でも100名以上の方がいるので、ね、100人の方で感謝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 ってなったらね、なんかね、すごく、ね、一体感あってね、楽しく皆さんね、終えられるのかなと思いますので、ね、ヒロ、ご主人スタライブはね、僕と、そして、スペシャルゲストさん、そして、ライブを見ていただく皆さん、と作り上げるライブ、その一体感、これがね、ヒロゴシュインスタライブだと思いますので、それではちょっとコメント止まりましたのでね、皆さんスタンバイができたと思いますので、行きたいと思います。行きますよ皆さん。それではご縁に、来たかな。あ、感謝、来た来た。いいですよ皆さん、どんどん打ってください。あ、結構ね、タイムラグがあるんですね。あ、ありがとうございます。は、来た来た来た。感謝感謝来ましたね。そうです。こんな感じで行きたいと思います。あ、これは嬉しいなぁ。すごい。感謝、感謝、感謝。いいですね、これ。これはすごい楽しいな。
ありがとうございます。これは嬉しいなぁ。もう僕も嬉しいですし、ね、スペシャルゲストの方も、すごく喜ばれるんじゃないかなと思います。今、この本当にゲリラライブでね、本当ちゃんと告知してからご案内だったんですけど、ね、ゲリラライブで告知のない中、ね、皆さん、ね、これだけ多くの方にご覧いただいて本当ありがとうございます。あと、このね、突然のご視聴と、あと、この、感謝のご協力ありがとうございます。この後9時半からの振り返りのソロライブの方の最後の、終わりの時もですね、ご縁に感謝でね、終わりにしたいと思いますので、それではですね、9時半配信の第7回から第9回スペシャル対談ライブでまた最後やりたいと思いますので、またその時よろしくお願いします。それではですね、これで、ゲリラライブを終了させていただきます。それではまた9時半にお会いしましょう。それでは一旦失礼します。皆さんどうもありがとうございました。